はい、内畑です。こんにちは。本日は LINE アットの、スマートフォンでの操作をちょっとご紹介したいと思います。まずこちら LINE アットのアプリを立ち上げるとこんな感じですね。更新を受けてみるとこんな感じ、閉じるを押すと音に戻ってきます。でアカウントリストを出すとですね、登録している LINE アットが隠れて私3つ登録しています。まずこのソーシャルメディア、学会のやつを見せるとこういう形で、お友達数、それからメッセージ設定出てきます。このプロフィールとかをですねちゃんと設定することがすごく大事になってきますよ。一言、それからオートモードをこれ自動でオートするかどうかっていうのも、ちゃんとこれ設定しておくことですね。先の自動オートのことで、友達追加の挨拶とかもこのとそれから自動放送メッセージ、私はこれでおはようございますとか、自動オートにしている場合は変更をかけるようにしております。それから友達追加の挨拶、あとこのキーワードオートメッセージなんかも、どういう番号、例えば私だったら電話番号で電話番号が出るとか募集中のセミナーが出るとか、こういう言葉をつぶやかれると自動的に返信するようにしております。それからこの ID、 それから QR、 これは友達に、例えば ID で検索できないというか QR で読んでねとかいうやつですね。 QR よいしょ。それから、お友達ついたボタン、これを、ソースが貼ってありますので、これをウェブとかに貼るとそのまま使えます。それからですね、大事なのはこの統計情報、まあ KPI というかね、友達が増えてる増えてないとか、そういうのを見るのもすごく大事ですね。配信するとこの流れを見てやることです。それと、あとアカウントページ、こういうこともクッポとか使うときに使うことができます。求人情報のも有効的に使えると思いますので、ぜひやってみてください。簡単に言われますけど、この LINE アットを有効的に使うということで、まずは慣れるということで、特に一度オートメッセージ、それから、キーワードオート、そういうのはまず慣れでどんな風にやってみるかということがすごく大事です。ぜひお試しください。今日は簡単にですが LINE アットのご説明でした。では失礼いたします。